ナスディの大冒険 YouTube 版、無人島で2泊3日0円生活。魚のグレードが上がってますんでね、死を絞り記憶をたどり料理のグレードも上げていきますから。料理人は最後の晩餐に腕を振るうっていうナレーションでお願いします。鈴木さんお願いします。ペルーにあるんですよね、ジャングルの食材だけ使って三つ星取ったシェフがいます。その人誘拐ばっかされてますよペルーで。食材は全部美味しくする、料理は勢いと愛情、丁寧さ絶対ありますから。想定時間これかかりますよ。ここで5分とか言えないやつですよこれ鷹の葉大豆、背中に毒あります。こいつが刺す、刺さるんですよ。でこれ隠し針ってこっちですね。刺されたこと実際あるんですよ、痛いぐらいです。セリが取ってからあります。死んでるからっていじってたら刺されちゃってっていきますよ。オオスズメバチ道路で死んでて乾いてるんですよ。そのオオスズメバチに刺されて死んだ子いますから、ね、毒持ってる魚って一個特徴があって動き遅いんですよ。やっぱり余裕なんですよ、みんなが。鷹の葉大豆、アイゴ、ハサゴ、毒持ってる魚は動きが遅いです、取りやすいです。こいつは見かけたら大体取れますよ。鬼だるまおこぜとか花見のカサゴとかめっちゃ遅いですよ本当に。擬態してるから、ね、動くと逆にバレるんで動かない。タコとかも遅いじゃないですか、色変わるから。擬態生物なんで見つけたら 100% 取れます。塩がまだできてないから海水焼きです。口から刺したり、エラから刺したり、背中から刺したり、どっから刺すか考えた時は楽しいんですよ。どこから刺し、どこに出しても泳いでるように見せたいね。ヒゲがおじさんって言われるゆえに、これ触手なんですよ、触覚みたいな。昆虫でいう海底とかを触って微生物とかを感知して食べるんですよ。そう考えるとおじさんってなんかめっちゃ無防備ですね。動きも鈍いし色も目立つし、それでいて全く毒も持ってないっていう。おじさんが身を守る手段は一つですね、加齢臭がある。大体癖ありますよおじさん。ほんとおじさんもそのおじさんもみんな癖を持っていて一癖あるんですよ。なぜかと長く生きてるから。おじさん祭りやな、おじさんばっかり。新橋ですね。続いてもおじさんを裁くが、手早く乗りますね。なんでかわかりますか。手袋つけたから。そ、軍手つけたんでスピード上がりますよ、もちろん。おじさん口から口出しにしてあげよう。あと無人島なんで腐る前に料理するんですけどね。飛び出きます。人間も魚も一緒、腐ったら終わりなんで。この引き水当てるとやっぱどんどん焼き上がってきちゃって出来上がっていくんで、火力を調整しながらやんなきゃダメなんで。軽く焼けたらこっちの弱火の方に移動する。ゆっくり火を通す。向こうが強火、こっち弱火。そうっす、シピボで学んだんですよ、強火と弱火。シピボ族は本当に炭で火力調整しますからね、ちゃんと。メジナは高級魚なんでね。関西ではグレ、関東ではメジナ、九州では黒って言われてます。九州で黒鯛くださいって言ったら関東で黒鯛が出てくるんじゃなくてメジナが出てくるんです。焼きにしようかなと思ってた。実験しましょうか、でかいから。もう引き数多いんで腐る前に料理する。あっ、はい、さばいちゃう。シノゴのガーズ、さばくペースがどんどん上がってる。終わんないでしょ、じゃないとこスピードアップしないと。ほい、さささささってやります。もし旦那さんが海行ってブダイ取ってきたら、ブダイの鱗は手でいいですか、奥さん。鱗は手で取るのが一番早いです。ブダイは鱗がでかくて取りやすいんですよね。ピラルクの鱗に似てます。だから昔の魚なんですよね。内臓取ります。尻から顎のあたりまで。食べたことない人多いじゃないですか、ブダイって。ブダイはでも本当に美味しいですからね、白身で、タンパクで。焼き場がなくなってきちゃってるな。大人気の店です。ここは。あー、来た。直火になってるおじさんが。おじさん、ちょっといつも雑やな、扱いが。およそ28時間ぶりとなる固形の食べ物。うん、そのお味は。おじさん、わかった。おじさん、皮が臭い。身は美味しいけど。メジナは人気です。無人島のサバイバル煮付けなんで、身は大きめでしっかりこのくらいの。味は胡椒だの出汁で煮付けますんで、そもそも美味しいメジナがさらに美味しくなる。うおー、そんな間に。カリカリになってきちゃう。これちょっと忙しになってきたな、にわかに。うわ、もう置く場所本当にないや、どうしよう。さっきの煮付けが炭なんでめちゃくちゃ早い。汁がなくなるまでずっとここに味を入れていく。魚介の出汁がギュッと入っていくので美味しいと思います。含め煮って言いますね。
この間に脱酢の味っていうことでこっちでソースを作るんです。真水を沸騰させてここでソースを作ろうと思ってるんですけど、もう料理がすごい、料理大好き。ここに亀の手、亀の手は出汁がすごいいっぱい出るのが岩場にいっぱいいる貝です、ね、エビみたいな身が入ってるんですけど中に。みんなが知ってるのフォンドボーってあれです、うん、あ、おならじゃない。日本って出汁を魚で取るじゃないですか。フレンチの出汁って一般的に言われてるのは牛の骨を焼いてで出汁を取るんです。でそれがフォンドボー、肉とか野菜で取った出汁のことをフォンドボー。フォンド呼吸はこうやって貝とか魚介で取ったソースのことです。アジア胡椒だけどメジナの出汁も入れよう。こうやって魚介のソースを作ります。これを煮詰めてスプーン9杯分くらいまでもっとギュッと濃縮させてドロドロになるまでギュッと煮ます。だしっていうよりもソースにします。それをかけます。後で亀の手は本当すごいだしが出るんで美味しいんです。これ沸騰している間にメインですね今日の。次はもうこのままじゃラチ開かないんで、これ見てくださいこの量。これで15匹ぐらいしか使ってないからまだ倍あるんで、どうしてもやりたかった料理作りますからね。無人島でサバイバル料理作るんだったらこれだろうっていう、これは欠かせないだろうっていう。これは三枚おろしにします。料理になろうかな将来。何料理見せるんですか。できればフレンチ。喫茶店とかでもいいけどね。コーヒー出してちょっと天使の口づけっていうコーヒーを出す。大量の獲物を一気に使うというが一体何を作るのか。みんなこっち行くときにやると思ってるんですか。ここで決まってます。ここで骨の際を攻めてないと身が残っちゃうんです。こっちはもう骨に当てるような感じで引いていくんです。でここはもう骨切ってる感じなんです。冷たさとか寒さも料理の敵やな。全然雑になってきちゃうしどうしても身を叩いていきます。量みたいなナスでした。ほらわあ楽しいな。何でもできる。こっからハンバーグでもね、ミンチカツでもね、餃子でも、材料があれば何でも作れる。これだけの魚の数を決めてるよね。買えばいいんじゃないですか。あの取ることをメインになってますけど、一般の人は買ってやってもらえればいいんで、取るところから行かなくていいんですよ。よくすりつぶしてください。ちょっと木のくずも入りますけどね無人島では。もう何してんのか分からんってきた。魚20匹分のすり身です。まだ何を作るのかは分からない。どうするのか。続いて茹でたタコ豪快に魚のすり身に混ぜていきますから。無人島であんまりない調味料で同じ食材でも変えたいんでパターンを。すり身にするとどうしても食感がなくなるんでタコのぶつ切りを入れて食感を出します。亀の手出汁をちょっとこんな感じかな今の段階で。うほっ涙出てくる。これ涙出ちゃう。手の感覚ないから熱いかどうかも分かんなくなってきて、めちゃくちゃ熱いんだろうな。やけどしてんだろうなきっと。ほんとこうやってこう袋みたいなこと取ると身がこうやって出てくるんです。こうは食べれる。ちょっとグロいんですけど美味しいんです。エビなんですね。感じでしょうか。これは取ってきた野草なんですけど、あるものが限られてるんで、島に生えてた月の香りがすごいいいんで、これちょっと入れてみましょう。普通は茹でて皮を剥くんですけど、香りをつけたいんで皮は剥かずに、で食感をちょっと残したいんで細かくは切らないです。山菜入れると香りが変わるもんで一気に。それとあと骨がある魚ばっかり食べてましたんで、だしも作ったから、だしも作ったもんで今の味が変わると思うんです。ちょっと山菜とかね、野草を使ったイタリアンをやってみようかなって勉強した時期があるんですよ。成熟しきった芽は硬いし繊維張ってて食べれないんですよ。若い芽は柔らかくて甘みがあって美味しい。我々がもっと昔原始の生活をね送っていた時はこれが食べれる、これが食べれないとか知ってたんです。ところがそれがねどんどん現代に近づくに従ってそれ分からなくなって忘れてきちゃったんですよ。だんだん自然から縁遠くなってきて、私たちはそういう感覚がなくなってきてるんです。そういう意味で言うとサバイバルでは山の食材をきちっと得ていくっていうのはすごく重要な意味を持っています。うん、分かりました。何作ってるか。骨があるもんだったり生だったりしたので、山菜とタコを魚のすり身に合わせて香りと食感を変えて蒸し物を作ろうかと。空気がいっぱい入っちゃってるからちょっと押して空気を抜きます。板出した時点でもう何か分かりますよ。魚とタコと山菜の、よし、かまぼこ作ります。よし、OK です。蒸す時にこの上に乗っけるんです。石の上に取ってきたフキの葉をね引きまして香り付けします。この上にこう
でかすぎて入らへんから。ああ、煮物になっちゃう。蒸し物にしようとしているのに。石を引いてその上に葉っぱを置いてちょっと香り付けをして蒸します。蒸している時間も無駄にはせず、はい、あのあれやりましょうか。じゃあとりあえず、はい、1人500やる覚悟完了。ミュージカルバーン。何にもない、何にもない、全く何にもない。生まれた生まれた、何が生まれた。星が一つ暗い宇宙に生まれた。無人島生活は男の原点だった。何にもない大地にただ風が吹いてた。このテレビやってきた、やってきた。その後煮ていた魚から出た油を集めてフライパンに、そしてあの魚のすり身の残りをまとめて、これを焼いてみよう。多分魚のみ焼きです。お好み焼きならぬ、焼いてみよう。魚の油で行ってみよう。ちょっと焦げるかも。魚の油で焼いてみよう。これすごい色もあるな。少量の油なんで焦げるんですよ絶対。これ戦いとして相当不利な戦いしてる。ほんの蒸し焼きみたいにしないと焼けない。厳しい戦いになってきたな。これは焼くのは厳しい。繰り返してみようか。奇跡起こるかな。これやってみましょうか。もう一か八かで。もう油がすごい少ないんでね。行きましょう。一発勝負ですよ。いった。もう油が下にないから。もしちゃんと家で油があってカリカリに焼けたらすごいし。でもただもうちょい焼きたいけど、焼きすぎるとこれ焦げついちゃって、余熱でやるぐらいじゃないともうひっくり返す自信がもうない。もう一回だけやったろうかな。もう一回だけやってひっくり返したいな。油はほぼないが、すべちょっとだけ油残っといてくれ。うまくひっくり返せるか。あといった。さあ盛り付けましょう。ジャングルっぽいイメージにして、ブダイの塩焼き。ガッと飛び出してる感じですか。こういこうか。こっちちょっと食べよう。見えなくなる部分にたまらずかぶりついた。うん。なんで食べたの。お腹ついたから。ありがとう。こう飛び出す。顔も捨てずに焼きましたから。こんがり焼けてます。せり上がってきてる感じね。イメージはジャングルのおせち料理。なんかちっちゃくなった。全て一皿に盛り付ける。メジナの煮付け。これ量取ったから豪快に。魚の身焼き。油使ってないさつま揚げみたいな味ですね。できてろかまぼこ。うわーいい香りする。蒸し物よいしょとほほう。なんかこうイメージは海から飛び出しちゃったみたいなおせち料理です。全部美味しいです。自信作。色とか味とかを変えながら一皿にまとめてみました。ちょっと一口いってみましょうよ。おせちとかやってすぐ食べてるかな。ちょっと粗いですけど、うわーうわー美味しい。すごいワイルドなかまぼこ。骨とかそういうのも全部残ってすり込まれてる感じの九州地方のさつま揚げみたいな。ふきがすごいシャリシャリしてて苦みがあってふきがすごいいい。フォンド呼吸ソースですね。これをかけて食べます。脱酢の味。ちょっと冷えてもこのソースを魚にかけることによって温まりますから。貝の濃厚なタレをかけてみました。事実は小説よりきなりやな。
吹きの圧勝です。吹きってこんな強いんですか味。やっちゃったかな。吹きがすごい強い。すごい濃い貝の出汁のスープになってるのにちょっとかけるじゃないですか吹きのソース。あの吹きのソースって言っちゃった。亀の毛のソースを。はい、吹き圧勝です。美味しいけど吹きが圧勝してる。刺身でもわさびちょっとかけると刺身にわさびが勝つじゃないですか。あの感覚。これ楽しみな戦いできちゃいましたね。どっちが勝つんやろ。アジア胡椒大 VS 吹き。魚の油で焼いた魚の身焼きは、うわ、同じ具材で作ったのに味が違う。やっぱり油で焼いてる分だけ味がすごい強く感じますね。見た目からして豪華ですもんね。これ食うだけじゃなくて飯を楽しんじゃってますよね今は。知ってました？これ適当に作ってた料理じゃないですよ。保存食にしていたんです全部。だと魚10匹残ってますから、最後の料理はすぐ食べれるもの。これは保存して何日間この無人島にいてもいいように。まあでもこれ丸2日でなくなっちゃうだろうなこれ。山菜使って香り付け、蒸し、焼き、煮付け、全部やりましたが、結果一番の発見は吹きがすごい強いってこと。以上です。ただ本当にもう素材の味を探求したくなりましたね。もっとできる、もっとやれる。だって油作れましたから。でこれ何が驚きって知ってました？これ気づいてました皆さん、塩できてないんですよ。ちなみに無人島生活終了後、ナス D はこの保存食を持ってある場所へ向かうという。どうなんかな塩。さあオープン。おお、もうちょい、ほら、お塩です。無人島の塩分かったな。これ外出まくってたからもう全然見れなくて、昨日の夕方ですもんね。結果塩作るのに時間かかったからもう不純物がすごいです。ここに来ての塩ありがたいよ。分かったな時間。今まで何回も塩作りなんかやってんのにそんなにかかったことないのに。ほんでまだ水入ってるからなかなかできそうになったら雨入ってくる。すごい風呂この塩時間かかりすぎたね。不純物がいっぱい入っちゃった。めっちゃ汚れてるもんこの塩。何味？サビ味じゃない。ここから全然減らない。雨のせいで全然減らない。乾いた分だけ雨が降ってくる。頑張れ。はいと若干黒い塩になっちゃいましたけど、この海特有のミネラルとかそういうんじゃないですよ。これ汚れですから。あまり納得していないようだ。この塩もできたところで成功じゃないから真っ黒なサトウキビみたいな塩になっちゃった。頼むよ。雨降ってるから全然。雨漏りもすごいな。穴開いてるからな。さすが漂流物やな。雨降りすぎだな。塩っぽくもないけど、なんだこれ。運動会の時に聞いてたやつ、石灰石みたいになってる。何これ、ダマになっちゃってるもんね。石みたいになってる。なんでこうなったんやろ。雨漏りがすごい。完成しましたから。ちょうど24時間かけてできた塩、結果これです。ダマになってる塩が。食べてみますね。うわ、あ、でも美味しい。コンペイトみたいになってるんですよ。ちょっとほら、これはこれで美味しい。塩食べたら最初うわしょっぱいってなって、その後甘さがほのかにファッって鼻を抜けるんです。個性的な塩。24時間かけてできた塩、シャリみたい。小石の塩です。どうですか。最後の方はサラサラの塩だけど、でも茶色いんですよね。もう十分かな。そうですね、一応作っといた方がいいと思います。もう一回第二回塩。もうでも十分だと思う。もう入りますもんね。そうなんです。ええ、そういえばそうなんです。忘れてました。もう早くやめさせたいだけじゃないですか完全に。こんな小石みたいな塩できて絶対納得できないです。もう一回やります。リベンジさせてください。もう一回リベンジさせてください。次真っ白の塩作ります。今何やってるんですか。海水の2回目を。やっぱりやるのか塩作り。ナスを止められない。塩作りパート2。よし、ちょっとやりたいことがあるんで料理の前に、はい、これね漂流物なんですよ。めっちゃおしゃれな帽子、ほとんど新品同様漂流してきてるんですよ。使えるんですよこれ。あとこれ拾ったんですけど、ほぼ新品同様なんですよ。でももう新しいん絶対着れるやつなんですよこれ。肩パッてもほらすごいちゃんと入ってる。あ、女性のやつですか。女性もんだと思う。無人島は宝のようなほら漂流物が。ほらいいですね。これいいですか。マイケルっぽいですね。これ持ってたんです。ガンみたいな美大生みたいに。ほとんど新品なんですよこれも。どこで新品だと思ってるんですか。破れてないんですよ。どうですか。おしゃれですね。マイケルです。ほう、ほう。あ、ボーイかこれ。それで驚き。ちゃんちゃん。
どうですか？おばあちゃんになりました。寒い時期に嬉しい。寒い時期にでもめちゃめちゃですけど新品なんです絶対余計寒いですよ。そう来たらこれ全然悪くないですって。新品なんです。これ新品なんですって。いやドロドロじゃないですか。これ新品のやつですって。どこで新品と思ってんすか。いやなんか何にも書いてないんですよ。どこの国とかもほら M ですもんサイズ。いやいやいや関係は全部です。ちょうど僕ちょっとちっちゃめに着るのが好きなんで M。 ああ絶対的に M なんですよ。もうこれいいやんと思って。これこれなんですか。スパッツめっちゃおしゃれじゃないですか。これ派手な柄ばっかりですね。同じ人かな。驚き靴これも新品っすよ。いやこれ新品っすか。左しかないんですか。向こうからですか。いや別のやつじゃないですか。別のやつですけどこれ組み合わせ次第でこれも左なんですけど。あ左左なんですね。はい。なるほど。ちょっと今汚いんで洗います。洗ってもう一遍着ますとか。別にオンエアとか関係なしに洗ってしっかり乾かして使おうかなと思った。これどこで使うんですか。東京帰ってからいいでしょ。いいですね。早めに捨てすぎなんですね。だってこれ海に流す必要ないですもん。柄が嫌だったんですか。いや海に流します。それなんで海に流すんですか。無人島って結構服とか靴めちゃくちゃ流れてるんですよ。こういう服を大切に使う。自分で服全然捨てないんですよ。同じ服をずっと着てるんですよ。ほんと擦り切れて破れたら塗ってリペアしてまた塗って直して親にもうやめなさいそれ言ったでしょそれって言われるまで着続けます。これ新品ですもん。これ全部多分新品の基準は何なんですか。なんか新しいんです全部。新品の基準は自分が着てるものより新しいもんです。これ全部新品です。これ持って帰ろう東京に終わったら。これほんまに自然のもんばっかりじゃなくて無人島って人工の漂流物も多いんですよ。エツミもまだ飲めるもん。いや飲めないですよ。いや飲めるんですよ。あれ飲めても腐ってますよ。あれウーロン茶でしょ。あれ新品ですよ。あれ新品ですよ。いやあれ全然新品です。半分なくなってましたよ。あれ新品です。あれ新品じゃないですよ。あれ新品なんですウーロン茶。さらにこんなものも拾ってきた。こんなものが流れ着いてる、うん、ちょっとオブジェを刺そうと思ってます。漂流物を拾い食べてるんでずっと使おうと。最後ぐらいおしゃれにと思って塩できてきてるな。塩が気になってしょうがないから。もっぺんあの黒くなったらもっぺんやろうとするからちゃんとしたいなと思って。近づいてきてる自分がやりたかったものに。で初日に拾っで初日に拾った一番初日に拾った車輪です。どういうこと。車みたいな家にしてみようかな。なんとなく構想は決まってたんです。こういうのできたらいいなって、はい、大中小の車輪をつけましたから。なんかめちゃくちゃなってきた気がするな。バランスがタイヤとしてはでかいのが後ろなんです。絶対そうだ。あの車輪が前なんです。ちっちゃいのいらないんですよ。もう一回やります。車輪の理論で言うとそうなんです。やっていた方がいい。絶対そう。いやちょっと変えます。すごい物資ですよね。分かってた。そう思った。引き出し多いっすよね。本当っすか。迷っちゃってんから。すごい見てください。すごい。絶対これいく。後輪の方がでかいっていうのが車輪の鉄則なんで逆になってたから多分面白くなかったせいが雑になるとこやった。面白かった。迷っちゃってんからさ見ますけど諦めない最後まで。夜でもバーってちょっとテンション上がってきてるの。やる気みなぎってる。ほぼ寝ずに3日目を迎え、この後マジで寮行ったらちょっと危ないかなっていう感じはしてる。大丈夫ですか。わかんないです。あのね、水温がめっちゃ下がったんです、昨日から。体感なのか、それとも本当なのかさえわかんない。昨日入った時危ないと思ったんです。プップップーって、こっちもプップバスかな、これこんな感じ。プッ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 プーってやる。乗り物めちゃくちゃ好きなんですよ、僕。乗り物の免許だけでも6個持ってます。乗り物乗るのも大好きだし見るのも好き。フリスビーをしてましたが、まだ新品なんですよ。これがやりたかったことではないんです。残念ながらこれはこっち来てから考えることなんで。ちょっとバランスある方微調しますから、うん、いいと思います。よしできました。これで今回の無人島生活3日間の家作り完成です。作りたかったものではない。でも仕方がない。これはここまでしかできなかった。これが精一杯。ちょっと車型にしてたんです。ああやってかまどを作れたじゃないですか。あのかまどの質感で家の壁を作りたかったなと思います。途中でちょっと変えました。無理かなってなって。塩できたかな。わあ全然できてない。怖っ。するとどうしようかな。もう一泊するか。一泊するか。希望の家なんです。イメージ希望族地球征服するなんてでロケ行かしてもらった時にお世話になった家の作り星さん家。
日本とアマゾンの融合みたいな、日本と七五族のいいとこ取りみたいな家にしたかったんですけど、できたのこれです。テントウムシみたいな車になっちゃった。ここが燃料なんです。燃料ピッ。これはあの刺してて言うと何なんですか、これ。後ろで人が住めるようになってるあのテントウムシの無人島バス、誰も来ないんですよ。製作費は0円です。であの燃料はこのカバなんですよ。で燃料めちゃめちゃ食うんですよ、この車。24時間で塩 100g しか取れないんですよ。で塩もちょっと黒いです。で砂利みたいにゴツゴツした変な塩が取れます。やりたかったことは全くできなかったけど後悔してないです。この後どうするんですか。料理です、最後の料理。もうプランは完全に決まってます。天気も良くなったんでちょっとやりましょう。よし、これで最後の料理を作れます。料理の準備始めますから。お待たせいたしました。これ全部料理しますから今から。でもやらないと終わんないから。これちなみに延長料金は10万円を超えた。ちょっと塩作りしてるからこっちの釜使えないんですよ。あそこタイヤつけちゃったんで出入りがもうすごい面倒くさいんで、結局昨日と同じように座りで料理してます。今日は自信ある。昨日食ってないからね、何もよく考えたら。ああ忘れてた、これ昨日の夕食だったんですよ。昨日の夕食を今日料理してる。めちゃくちゃお腹空いてるなと思ったら食べてなかった昨日。ここから撮影スタッフに異変が。まだまだ見逃せません。チャンネル登録お願いします。